女子ボートレーサーは美人の選手がとても多い。若手の中では女優、モデルのようなクールなビジュアルの内山菜々美選手。おはようございます。走れることに感謝して一層一層全力で走ります。よろしくお願いします。はい、走れることに感謝して一層一層大切に頑張りたいと思いますのでよろしくお願いいたします。中学2年で空手の全国大会で優勝、ギャップもある野田彩香選手。おはようございます。おはようございます。まあファッションが決まってますね。今日のポイントは？ポイントは何もないです。まあ自分らしく、まあ、スタートも慎重に頑張っていいレースができるように頑張ります。応援よろしくお願いします。圧倒的なビジュアルの良さで他の追随を許さない野田菜々美選手。せっかくでも野田選手あれやから結構可愛らしい顔を一回見せてくれね。ちょっとだけ見せてあげてよ。はい、ね、もうあの開会式の時もねちょっとあのノースコムウェブの方でご挨拶いただきましたけれども、はい、あのまだまだ若手ですから、はい、せっかくですからちょっとボートレーサーになった。そしてまた新たな美人ボートレーサーが加わった。131期の新人、松田真美選手。撮るんですか？何を撮るんですか？フィギュアスケート。はい。やってたんですか？やってました。来るですか？どうですか？ちょっと寄ろうとしました。ちょっと寄ってしまいました。そんな、うまくなかった。あ、そうなんです。見た通りのビジュアルの良さと、少し天然さも感じさせるキャラクターで人気爆発しそうで今後が期待大な選手だ。お疲れ様です。田崎さんの稼いでる方法を実践したら1週間ちょいで100万稼げました。お、いきなり結果出てますね。素晴らしいっす。プランの選び方も参考にしてます。田崎さんのおかげでこの先も稼げそうです。いえいえ、すぐ諦めちゃう人もいる中でちゃんと実践してきた結果ですよ。